から遠慮しないで。誰もいないよ。じゃあお茶用意するから、正吾一人で先に私の部屋に上がってて。部屋で待っててって言ったのに。だってただお茶の用意してるだけだよ。見てたって何も面白くないよ。漫画とか読んでれば。翔吾が読んでみたいようなのはなかった？お客さん、立ち読みは困りますよ。そうだね、そういう非現実的なことを知るのって面白いよ。そんで犯罪者の気分を想像するの。妄想スレスレのところまで考え尽くすんだよ。何が虚構でどこまでが現実なのかわからなくなるので、自分の精神を追い詰めて想像する。激しく人を憎む怒りは生きるための強烈な力になるんだよ。幸せに育ったんだね。そうだね、そういうことあるよね。
くなってほしい。私はショーゴみたいじゃないから。怖いよ。みんないなくなる。私のそばから行っちゃうよ。私のこと嫌いだから。本当の私が醜くて汚いから、みんな目を背けていく。私は醜くて汚いんだよ。私ね、多分父の浮気相手の子供なの。伊佐子にあんな対応されるようになってから、私も次第に分かったんだ。それまで私にママしか家族がいなかった理由。伊佐子のお母さんが死んで間もなく、私たちが家族になった理由。私と伊佐子の年が、ほんの数ヶ月しか違わないことの意味。私は醜くて汚いんだよ。伊佐子はそう思ってるよ。私をひどく憎んでる。今も許してない。そして伊佐子は父のことも激しく憎んでる。軽蔑されて当然だよ。私は伊佐子からあんな目を向けられても仕方のない存在なんだよ。きっと伊佐子にとってはこの世界全てが汚い。誰のことも絶対信じない。自分以外の人間をみんな嘘と偽りに満ちた不潔な存在だと固く信じてる。でも伊佐子の住む世界を汚してしまったのは私だよ。私の存在が伊佐子を歪めてしまった。だから伊佐子は私を絶対に許さない。許してはくれない。ノンノンノン、正午からまたマジボケしてる。足の裏から毛が生えてもしらけないよ。むしろこの世界はきっと格段に明るくなるね。ピッカピカのツールツル、特に床がね。地球の重力はさ、もっとなかったらどんなか想像してみてよ。ビンゴ、そうだね、楽しい。それにおならで空が飛べるんだよ。超便利。アクロバットのスポーツ競技がもっと増えるね。お父さん、来てくれてありがとう。あれが伊佐子が意味嫌う男だよ。
私、父に伝えたい言葉があったのに。事故死なんて信じる？私は信じられない。殺した。殺したんだ。伊佐子はずっと憎しみ続けてたから。全部私のせいだ。本日は遠いところご足労いただきましてありがとうございました。生前の父は少々変わり者で皆様に迷惑をかけてばかりでした。けれどそんな父を皆さんはいつも助けてくださいました。そのことに対して今お詫びと感謝の気持ちでいっぱいです。私たち姉妹はこれからも力を合わせてやっていこうと思います。時には父のように皆さんを煩わせるようなこともあるかもしれませんが、父同様に何卒よろしくお願いいたします。お父さん、あなたは立派でした。私の誇りです。私ってそれまでママしかいなかったから、伊佐子と今の父が増えて4人で一緒にこの家で暮らし始めた時、すごく毎日が楽しくて、こういうのが家族って言うんだなって、そう本当に思ったよ。
殺した。